はい、どうもみなさん、こんにちは、どうもです。今回はですね、こちら。さあね、ちょっと、前のものになるんですけども、まあ、すっかりね、買うのも、開封するのも忘れていた、あれを開封していきたいと思います。で、その中に実は、何ヶ月も自分が欲しかった、あのカードが実は入ってるんです。じゃじゃんと。こちらですね。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション新時空対戦編バインダーってね、はい、これね、新発売の旧ポケットバインダーになるんですけど、まあこれね、ヒーローズのカードをこう収納できるやつで毎年こう出てると思うんですけどもね、これのまあ新しいのが今年も出ましたと。で、カードラインナップこんな感じです。今回も豪華ですね。で、裏面にもね、こうカードの内容が書いてあるんですけど、まあ買うときにこの動画見たりとか、あとこのね、裏面なんか欲しいカードがあったらね、こう買ってみてはいかがでしょうか。おお、スパーン。はい、カッターでもないやつが開けました。お、こんな感じになってますね。じゃじゃんと。いや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 、これをね、どれだけ待ちわびたことか。まあぶっちゃけそのカードが自分家の中ね、カードが多すぎて、また旧ポケット欲しいなって思ってたんですよ。で、ちょうどいいタイミングでね、この新時空編のバインダー出たから、あ、これいいわと思って、まあ、欲しかったんですよ、普通にバインダーが。なのにさらにね、めっちゃ欲しいカードが入ってるってなると、もうこれはお買い得以外は何物でもないでしょう。はい、バインダーのデザインもめちゃくちゃいいですね。これ毎年ね、凝ってるよね。ほら、やばくない？ノートちゃんかわいいね。なんか、キョトンとしてて、めちゃくちゃ可愛いね。で、悟空号、映ってますね。今回のシークレットレアの。はい。ダブルカメハメハやってますよ。で、ビートくんが、なんかよくわからないポーズしてて、表面が、まあ、今回はヒューがね、主軸。なにこれ。カード飛び出てるし。表面ね、ヒューがね、今回のボスなんで、ここにヒューがいて、ゴジータゼノと、ゴジータ BM。が映ってるんですけども、このイラストをね、カードにしてほしかったぐらい、めちゃくちゃいいイラストしてますね、これ。はい、中身ね、こんな感じです。はい。ま、いつものやつですね。さあ、そして、今年もカードが飛び出ております。これどうにかしてくれ。うおー、すげえ。あ、めっちゃかっこいいやん。じゃあ、まずこの、うわっ、これダメでしょ、こんなことしちゃ。ひどくない？ちょっとこれはダメ。これはダメだわ。これがあのカードだったらブチ切れてたぞ。ま、クールダウンして、じゃあ1枚ずつちょっと見ていきますか。おお、すっげえ。さあ1枚目はまずこちら、ゴジータ BM スーパーサイジンゴッドスーパーサイジン進化になっております。はい、バインダーのデザインとまたちょっと違うんだね。めっちゃかっこいい。綺麗だね。ホログラフィック加工がとても綺麗です。さあ、裏面がこんな感じで。はい。一応、新規アビリティではないのかな。うん。なんか、ゴジータ GT のアルティメットレアが同じ効果持ってましたね、昔。はい。あー、でも結構使いやすいかも。だってこれ、パワーとガード最初から高いのに、これ3倍になるとさ、ガード9000のパワーに関しては2万超えるから、普通に強いんじゃない？いいですね。なかなかいい性能をしておるんじゃないでしょうか。はい。続いてが、ゴジータゼノ。超フルパワーサイジン4限界突破ですね。はい。こちらもめちゃめちゃいいデザインになってます。かっこいい。この腕組みがめっちゃいいね。これ使いたいな。しかもアビリティが圧倒する超戦士。これ何のアビリティかっていうと、昔懐かしい黒煙悟空のアビなんですよ。なんで黒煙悟空のアビリティ持ってんの？あー、でもいいね。圧倒する超戦士って感じするね。で、バーストが2000固定と、チャージ速度超アップなんで、ベジットゼノのシークレットレアのアビリティですね。ベジット4のやつか。あ、結構性能ちゃんとしてんだ。だってね、これ2000固定と、ね、アビリティ相性いいし。このアビリティね、なんか昔めちゃくちゃ好きだったんだよね。なんだろう、アビリティ名が、なんか、すごいかっこいいなと思って、自分その時高校生だったんですけど、めっちゃ好きでした。で、身勝手の極意。はい、こちらは新衣装の方ですね。はい、アビリティが、四季紅葉と、
不思議な静寂ユニットか、うん、まあなんとも言えない効果ですね。あーでもそうか、これあれで使えば強いんじゃないの、あれあれ開幕ユニットデッキ、なんかそれぐらいしか正直思いつかないかな。はい、で孫悟空ゼロのスーパーサイヤ人4のこれもフルパワーですね。ちょマスク取るわ熱い超フルパワーサイヤ人4の悟空、おかっこいい、これもイラストめちゃくちゃいい。はい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 、あやっぱいいね、バインダーのプロモーションめっちゃイラストいいわ、シークレット並みにかっこいいんだけどこれで、性能がこれかなり強いんじゃね、堅実な戦法と復活ニットで超ハーツとベジータゼノなんで、かなり使いやすそうですね。はい、というね、あいいいいいい、バインダーのカードネタにもこれちょうどいいかもしんない。いや動画撮ろうと思ってたんですよ。はい、でベジータゼノの、限界突破、はい、こちらも奇襲の一手とブロックバースト、という感じなのでかなり防御に徹しているカードですね。防御と妨害と、でイラストがこれ多分対になってる、こういう感じかな、逆かこっちか、こっちっぽいね。あでこの真ん中にゴジータゼノみたいなことじゃないのこれって、多分だけどさ、こういうことじゃない、ははは、めちゃくちゃかっこいいんだけど、これ。この並びめっちゃかっこいい。で、さっきね、張り付いてた国威の戦士へ。これもね、結構強いっすよ。はい、守りの構えとパワー1ロックを持ってます。悪くないね。あ、全体的になんかちょっとカード強めだね。はい、こちらも。ちょっと尖った性能してる。戦闘力制限ユニットと見抜いた実力。悪くないですね。今回のバインダー結構強いカード多いじゃない？まあ、戦闘力制限のメンバーがゼノ悟空ベジータゼノ。悪くないですね。ワンキルもね、止められるしね、こいつ。で、スーパーハーツ。ハーツ。最近ジョジョ見たんすよ、また。で、マジでハーツだわ。いいやつ、ディオのいいやつの時が完全なるハーツ。逆に言うと、ハーツが、ディオのいいやつの時なんだよね。あの一部のディオとかさ、完全ハーツだから、あれ、ジョジョ、君はいいやつだなとか言ってさ、最初だけね。本当はマジ野心家だから、あいつ。なんか見た目もディオっぽいもんな、こいつ。グラビティフィスト。正直使い道がわかりません。はい。で、暗黒王のフューですね。はい。進化し続ける力か。あー、暗黒シェノ持ってる。おー、暗黒シェノ似合いそうだね、こいつ。まあ、そうだね。進化し続ける力も結構、チャージインパクト、ものを言うアビリティなんですけど、だったらカードアクションでスーパーエナジー、タッチアクションでさ、スーパーエナジーとかだったら強かったですね。はい。あ、で、次が、自分が世界一欲しかったあのカードです。ちょっと傷つけないようにしないと。うわー、これ。おー、来た。おー、すげえ、綺麗。あー、綺麗。よかった。備品だわ。魔人ロベルのプロモーションカード2枚目。カードが2枚目です。エレガントなカード確保。さすが私。破滅の魔術。まあぶっちゃけこれは性能とかじゃないんでね。はい。9枚欲しいですね。いやーこれでもなんかさ、メルカリでもなんか高額で売られてるんでしょ。あーイラストめっちゃいい。やっぱね、ロベルって言ったらそのあれですよね。エリートタイプが似合うよね。なんで魔人ロベルってあれバーサーカーなんだろう。いや、未だに疑問なんだよ、あれが。絶対エリートでしょ、ロベルは。いいね。めっちゃ綺麗じゃん。うわぁ、欲しいな、これもっと。1枚じゃちょっとね、満足できないかな。これめっちゃ欲しい。9枚集めたいね。ちょ、これだけさ、もうスリーブしていい？これだけ。これだけちょっとさ、スリーブするわ。あ、ちなみにこれが、今回の新しい、カードスリーブになってます。いいね。なんか色合い的には、紫が強いのかな？で、なんか似たようなスリーブ前出てたよね。バチバチついたやつ。あれのなんか紫バージョンみたいな、感じで。まあこれまたね、ロベルとかなり相性いいですね。うん。限界突破とかとも相性いいんじゃない？はい。で、さらに、ブロリー。はい、みんな大好きブロリー。お！これもイラストかなりいいな。狙いすました攻撃。ドカバキ。まあ、性能はあれなんですけど、ドカバキか。
なんかの動画に使えそうだな。あの演出を見る動画ね。うん、カカロットあたりにこれ入れたら面白そう。あ、そうそう、あの最高の瞬間っていう動画昔あったじゃん。あれ8万再生ぐらいいってて、あれの2をちょっとやろうとか、あの考えてるんですけど、あのね、どういうのにしようかなって今ね、構図を練ってます。はい、でセル、こちらは結構強いです。万全の構え、テアビリティで、これもなんか昔身勝手のプロモーションが持ってたやつなんですけど、ちょっと難しいですよね、これなんか。極炎かかってる時に、極炎無効にして、かかってない時にダメージ半減にするみたいな、感じのやつですね。はい、タッチアクション封印持ってるんだ。いいね、イラストめちゃくちゃいいな。わぁ、こんな感じです。いいね、ちょっとバインダーのカードを使って動画いっぱい撮りたいな。はい。で、赤き仮面のサイジンのスーパーサイジンロゼ、2。なんでこれ2なの？はい。謎にスーパーサイジンロゼ2です、これ。巧妙な罠か。あ、強いじゃん。罠持ちの悟空ブラックロゼ2。いいね。カマをこうやってね、やってるとこ。これめっちゃイラスト良くない？ロゼ2のアルティメントレアよりもかっこいいよ、こっちの方が。あれなんかちょっとダサいよね、イラスト。で、さすがにカメハメ派は、シークレットとは違います。はい、悪のカメハメ派。はい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 。まあ、巧妙な罠は普通に強いからいいね。てか、罠とカメハメ派ってこれ普通にありじゃね？で、ラスト。はい、ヒーローアバターカードです。ミート君とノートちゃんがダブルカメハメ派売ってるんですけど、あ、悟空&悟空いないんだ。で、イラストもこれはバインダーの表紙じゃないんだね。はい。ということで、以上がね、はい、今回の旧ポケットバインダーのカードたちになります。これ、めちゃくちゃいいね。なんか、今回の旧ポケって、高いんですよね、ちょっと。前回確か3600円だったんですけど、今回、4100円とか。で、なんか値段上がってて、あ、なんでなんだろうなって思ってたんだけど、あ、これか。あー、そういうことか。あー、だからか。あー、なるほどね。あ、ロベルのね、プロモーションカードいるもんね。そりゃ4000円なんぼになってもね。まあ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 、しょうがないか。だったらこの表紙にもさ、魔人ロベルどっかに写してほしかったな。これ、国威じゃなくてここロベルでよかったんじゃねっていうね。はい、そんな感じでですよ。まあ今回の念願のね、これゲットできたんで、個人的にはもう大満足です。これ、まあ自分ってそのすごい、まあロベルめっちゃ推してるんですけど、まあ一番ヒーローズのオリキャラの中では好きなキャラなんですよ。で、このカードがあるだけでぶっちゃけ4000円の価値はあるかなって僕は思うんですけど、それ以外のカードたちも意外と強いの揃ってたんで、後日これはプレイ動画でね、撮りたいと思います。はい、プレイ動画アップしたいと思います。で、ちょっと個人的に強そうだなって思ったカードがね、何枚かあるんで、ちょっとそれを使って動画を撮りたいなという感じですかね。で、ロベルちゃんもなんかちょっと使いたいけど、破滅の魔術か。ワンチャンあるかな？拡散エネルギー波あるし。あ、ワンチャンあるわ。ちょ、頑張って使おう。はい。という感じで皆さんもいかがでしょうか？こちらね、いいと思った方はぜひ、お近くのね、イオンとか、あと、どういうとこで売ってんのかな？トイザラスとかで売ってんのかな？まあ、どこかしらに売ってると思いますので、買ってみてはいかがでしょうか？あとはね、これ普通に旧ポケットバインダーとして使えますので、ぜひ、このね、旧ポケリフィルもね、ちゃんとついていることですし、カードね、これに収納してみてください。はい、めっちゃね、カード入るんですよ、これ。で、今回リフィル多分9枚ぐらいしかついてるんですけど、この旧ポケバインダーがこんな風になるまで、カード入れられるんですよ、実は。ただ、入れすぎると、ちょっとここの留め具が、緩んじゃうんですよね。まあ、なので、これぐらいかな。うん、これぐらいはいけると思うんだけど、こういう風になると、もうね、さすがにリフィル、重みに耐えられなくなっちゃうんで、ここが、まあ、気をつけてください。ぎゅうぎゅうには入れない方がいいです。はい。という感じでですね、こちらの動画もしよろしければ、チャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。